新型コロナウイルス感染症の世界的流行国、地域ごとの新型コロナウイルス感染症流行状況、アジアにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況韓国における新型コロナウイルス感染症の流行状況韓国における2019年コロナウイルス感染症の流行状況では、韓国における新型コロナウイルス感染症の流行状況について述べる。 1>, 1月19日、35歳の中国人女性が、インチョン国際空港で入国するとき、発熱があるためすぐに病院で隔離された。18日から症状があったという、検査の結果、新型コロナウイルスに感染していたことが判明された。1月24日、新たに一人の感染が確認された。患者は、武漢市で働く55歳の韓国人男性で、 1>, 1月10日から風邪のような症状があり、現地の医療機関を受診したが、22日に金保国際空港で入国した際に発熱、喉の痛みがあったため、病院で隔離された。1月26日、20日に武漢市から韓国へ帰国した54歳の韓国人男性の感染が確認された。1月27日、同じく20日に武漢市から韓国に帰国した。 軽気道平沢市在住の57歳の男性の感染が確認された。1月30日、32歳と56歳の男性2人の感染が確認され、うち1人は国内で感染したとみられる。同日、韓国政府は中西南道河山市と中西北道陳川郡の公共施設2カ所を帰国者の一時隔離施設として指定したが、 チンガー軍の一部住民は激しく反発していた。1月31日、新たに4人の感染が確認され、うち3人は濃厚接触による感染で、2人は3次感染者だと見られる。2月1日、19日に、金浦国際空港から入国した49歳の中国人男性の感染が確認された。患者は日本でツアーガイドとして働き、 日本国内で感染者と接触したとみられる。2月2日、新たに3人の感染が確認された。2月4日、1月19日に、タイから韓国に戻った42歳の韓国人女性の感染が確認された。また、同日より、感染者の一人が訪れた公衆広域市の病院も封鎖された。2月5日、新たに3人の感染が確認され、うち2人は、 シンガポールのグランドハイアットシンガポールで同じ国際会議に参加したという2月6日新たに4人の感染が確認されうち3人は感染者の家族である2月7日武漢からチャーター機で帰国した韓国人のうち1人の感染が確認された2月9日新たに感染者の家族である73歳女性ら3人の感染が確認された2月10日 新たに一人の感染が確認された。2月13日、ムンジェイン大統領は国内での貿易管理はある程度安定的な段階に入ったようでコロナ19は間もなく収束となるでしょうと発言した。2月16日、新たに80代男性一人の感染が確認された。2月17日、前日に感染が確認された男性の妻の感染も確認された。 二人とも感染経路不明である。2月18日、新たに、テグ市に住んでいる61歳、女性1人の感染が確認された。国外渡航歴はなかったという、当該患者は約10日前に検査を進められたが、検査を拒否し教会の礼拝などに参加したとみられる。2月19日、テグ市と軽症北道、A 川市で合わせて20人の感染が確認され、うち14人は、 前日に感染が確認された女性と同じく、新天地 S 京赤市の幕屋正殿の教会に通っていた。同日夜、京昇北道清道郡の病院の入院患者二人の感染が確認された。また、ソウル市上等区時計軌道でも二人の感染も確認された。2月20日、前日の夜の二人を含めて、手具市と京昇北道で合わせて51人の感染が確認され、 うち30人は集団感染が確認された教会に通っていた。軽症北道清道郡の大南病院で感染が確認された13人のうち63歳の男性1人が19日に死亡、20日に感染が確認された。ハンギョレの報道によると、当該病院は新天地イエス教の教祖、リマンキの兄が1月末に死亡して葬儀を行った場所であり、当時に 中国から来た京都も多数出入りしたとみられる。同日、休暇でテグを訪れたチェジュ島駐在の韓国海軍兵士一人も一時検査で陽性反応が出た。また、ソウル市と全羅北道近、堤市でそれぞれ一人の感染が確認された。同日、中韓米軍はテグ基地を一時閉鎖し、韓国駐在軍人のテグ旅行を禁止した。2月21日未明、 チェジュ島駐在の海軍兵士の感染が公式確認された。同日、中西南道取留市駐在の韓国空軍中尉一人、中西北道卒母軍駐在の韓国陸軍大移一人も感染が確認された。また、新天地協会関連の感染者は、テグ市、ソウル市、甲州市、京昌北道、釜山市、京昌南道などで85人が確認され、 同日16時までに全国で合計100名の感染者が確認された。同日夜、先日死亡者が出た、軽症北道清道郡の大南病院から、釜山大病院に搬送された55歳の女性1人が死亡。同日、韓国政府は、ペグ公域市と軽症北道清道郡を感染病特別管理地域に指定した。2月22日、 新たに229人の感染が確認され、内新天地協会の関係者は合計231人となった。また、21日に、京商北道京州市の自宅で死亡した41歳男性の死体検査の結果、感染が判明されたため、当該男性は3番目の死者となった。2月23日で新たに169人の感染が確認され、 うち新天地協会の関係者は95人である。また、京商北道清道郡の大南病院で57歳、男性1人。手具市の京北大病院で新天地協会関係者の57歳、女性1人。大南病院から東北大慶州病院に転院した59歳、男性1人が死亡した。2月24日、新たに231人の感染が確認され。 宇新天地協会の関係者は174人である。また、大南病院関係者1人が、京北大病院で死亡。1人が、手具市内の漆ア京北大病院で死亡。同日、手具西区保健所の感染予防医学チーム長も、新天地協会の信者で感染していることが分かった。また、未来統合党所属の数名国会議員は2月19日に、 感染が確認された韓国教員団体、総連合会の会長と同じ会議に参加したため、午後に予定の国会本会議が取り消された。2月25日、新たに144人の感染が確認された。同日、ウルシアけ、北大病院で一人、大南病院関係者の58歳男性、軽気道、かやの明治病院で慢性肝疾患と、 末期人不全を患っている35歳のモンゴル人が死亡。また、感染者に大韓航空の客室乗務員一人がいることも分かった。同日未明、コロナウイルス関連業務を担当していた韓国、法務部所属の公務員一人は、観光にかかる同尺大橋から、投身実殺した。2月26日、新たに284人の感染が確認され、 うち中間米軍兵士一人も含まれる。同日、手具の広明大東山病院で73歳男性が死亡。また、文在寅大統領が25日に手具を現場視察する際、同席した手具の副市長は後に濃厚接触者であることが判明した。2月27日、新たに505人の感染が確認された。同日、 入院待機中の74歳男性は、手櫛内の自宅からミネ南大病院に搬送された後に死亡した。朝鮮日報によると、手櫛での感染者の急増により、26日時点で感染者300人以上は病院に入院できなくて、自宅で入院待機する必要があった。2月28日、新たに571人の感染が確認されており、これにより、 テグ市での感染者総数は1500人を超えた。同日、テグカトリック大病院で自宅隔離中の70歳女性、ミネ南大病院で一般病院に入院中の63歳女性、テグ医療院で入院中の94歳女性が死亡。また、22日に退院した軽機動の感染者1人は再びウイルスの陽性反応が出たことも分かった。同日、 ソウル市上東区の41歳女性職員の感染が確認されたため、同区役所が閉鎖された。当該職員は感染が確認された大韓イエス協調老会民政協会の牧師と同じエレベーターに乗ったことにより感染したとみられる。2月29日、新たに813人の感染が確認されており、これにより、手グ市での感染者総数は2000人を超えた。同日、 テグ市内のウルシア系北大病院で77歳男性が死亡。3月1日、新たに586人の感染が確認され、中に生後45日の乳児も含まれた。同日、ファッティマ病院で77歳女性、京北大病院で83歳男性、ウルシア系北大病院で80歳男性、テグカトリック大病院で入院待機中の86歳女性、 手グ市内の自宅で入院待機中の七十七歳女性が死亡。また、手グ市在住の五十代日本人女性が感染したことも分かった。三月二日、新たに五百九十九人の感染が確認され、同日午後十二時時点での感染者は四千八百十二人となった。そのうちに二月二十八日に新洋桃線国際空港からインチョン国際空港に入国したカトリック。 関東大学の中国人留学生一人も含まれた。中国メディアによると、当該留学生は、両年賞を徹齢し、正津県の出身者で、2019年12月16日から2020年2月28日までに、ずっと小津県の実家に滞在していたという。同日、峰南大病院で65歳男性、広明大東山病院で86歳女性と79歳。 女性、京北大病院で72歳男性、ファティマ病院で80歳男性、テグカトリック大病院で78歳女性が死亡。3月3日、午後12時時点で、合計5328人、内テグ市での感染者は4006人となった。同日、広明大東山病院で78歳男性と84歳、男性、京北大病院で76歳男性、 ファティマ病院で自宅で倒れた後に搬送されてきた78歳男性が死亡。3月4日、午後12時時点で合計5766人、新たに438人の感染が確認された。同日、ウルシア系北大病院で67歳女性、広明大東山病院で72歳男性、手食い病院で87歳女性が死亡。三月五日、 午後12時時点で合計6284人、新たに518人の感染が確認された。また、前日に、順天号大付属、亀尾病院で死亡した61歳男性の感染が確認された。同日、テクファティマ病院の緊急治療室で78歳、男性、清道軍立老人療養病院で86歳、女性、安藤医療院で、 清水軍在住の84歳女性と、星州軍在住の81歳男性、京北大病院で68歳男性、テグ東山病院で、テグ医療院から搬送されてきた67歳男性が死亡。3月6日午後12時時点で、合計6767 67人、新たに483人の感染が確認された。これにより、テグ市内の感染者は5000人を超えた。 同日、手具内のウルシアけ北大病院で80歳男性が死亡。また、4日に放火群の放火へ、村病院で死亡した大白市在住の91歳女性の感染も確認された。3月7日、午後12時時点で合計7134人、新たに367人の感染が確認された。うちに前日に、 ウルシアけ北大病院で死亡した78歳男性の感染が確認された。同日、軽症北道江川市の自宅から病院へ、搬送中の78歳男性、テグ系北大病院で83歳女性、みね南大病院で76歳女性、テグ医療院で91歳の高齢者、金泉医療院で78歳女性、東国大慶州病院で、 京商北道経山市在住の70歳男性が死亡。同日、京商北道亀市の工場に所属する従業員6人の感染により、サムスン電子は国内全工場を閉鎖し、ベトナムで増産すると発表した。3月8日、午後12時時点で合計7382人、新たに248人の感染が確認された。3月9日、 午後12時時点で合計7513人、新たに131人の感染が確認された。同日、ミネ大病院で75歳男性、広ロ大東山病院で69歳女性、京北大病院で82歳男性、ウルシア京北大病院で63歳男性、テグ京北大病院で77歳女性、ミネ大病院で60歳女性が死亡。 3月10日、午後12時時点で合計7755人、新たに242人の感染が確認された。内ソウル市急路区のコールセンターで多数の感染者が出る事態が発生した。同日、テク・ファティマ病院で72歳男性、テグイ病院で84歳女性と80歳女性、テグ京北大病院で認知症を患っている79歳女性が死亡。 3月11日、午後12時時点で合計7869人、新たに114人の感染が確認された。全羅北道の遠光大病院で、手ぐしたち西区在住の84歳女性、手ぐ医療院で87歳男性、国立中央医療院で、軽症北道経山市在住の73歳男性、金泉医療院で90歳女性、 ファティマ病院で79歳男性が死亡。3月12日、午後12時時点で合計7979人、新たに110人の感染が確認された。同日、京畿道茅野市の明治病院で82歳男性、城南市病院で77歳女性が死亡。3月13日、午後12時時点で合計8086人、新たに107人の感染が確認された。 同日、手食い病院で85歳男性、広明大東山病院で75歳女性、慶州東国大病院で77歳女性、慶北大病院で86歳男性が死亡。3月14日、午後1 2日時,時点で合計8162人、新たに76人の感染が確認された。同日、富山大病院で12日に入院していた、 清道軍在住の88歳女性、広明大東山病院で86歳女性、京北大病院で73歳女性が死亡。3月15日、午後10日時,時点で合計8236人、新たに74人の感染が確認された。同日、金泉病院で清道軍の養護施設に入居していた82歳女性が死亡。三月十六日、 午後12時時点で合計8320人、新たに84人の感染が確認された。同日、京北大病院で84歳男性、テグファティマ病院で肺がんも患っている、慶山市在住の71歳男性と64歳女性、国立中央医療院で慶山市在住の82歳女性、テグ医療院で66歳男性、 金泉病院で91歳女性が死亡。3月17日午後12時時点で合計8413人、新たに93人の感染が確認された。同日、金泉病院で放課軍在住の97歳女性、広明大手具東山病院で86歳男性、みね南大病院で77歳女性、手具医病院で79歳男性が死亡。 3月18日、午後12時時点で、合計8565人、新たに152人の感染が確認された。カトリック大病院で75歳女性と78歳男性、ウルシア系北大病院で76歳女性、経山市在住の52歳男性、78歳男性、経北大病院で64歳男性が死亡。また、 南南大病院で亡くなった17歳男性については検査の結果、数回の陽性反応が出たものの、最終的に陰性だと判明した。コロナウイルスによる肺炎と書かれた死亡診断書も回収され、死因を一般肺炎に変更された。3月19日午後1 2時時点で合計8652人、新たに87人の感染が確認された。 フェンシング韓国代表数人の感染が確認された。また、前日に、清道老人療養病院で亡くなった81歳男性の感染も確認された。同日、広明大手具東山病院で81歳女性、京北大病院で76歳男性が死亡。3月20日、午後12時時点で合計8799人。 新たに147人の感染が確認された。同日、ミネ南大病院で84歳男性、安藤医療院で、経産市在住の83歳女性、歩行医療院で、放課軍在住の98歳女性、広明大東山病院で92歳男性、 テグイ療院で86歳女性、テシル療養病院で82歳女性、ハンサラン療養病院で78歳女性、テクファティマ病院で86歳男性が死亡。3月21日、午後12時時点で合計8897人、新たに98人の感染が確認された。同日、テグカトリック大病院で84歳女性が死亡。三月十二日、 午後12時時点で合計8961人、新たに64人の感染が確認された。同日、テク・ファティマ病院で69歳、女性、71歳男性と69歳男性、ミネ・南大病院で80歳男性、テグイ病院で87歳女性と89歳、男性、京北大病院で85歳女性。 広明大手具東山病院で86歳、女性2人、明治病院で85歳女性、安藤医療院で91歳女性が死亡。3月23日、午後10日時,時点で、合計9037人、新たに76人の感染が確認された。同日、手具カトリック大病院で96歳女性、手具医療院で82歳女性と91歳女性。 遠光大病院で、軽症北道劇啓一在住の60歳女性、ミネ南大病院で64歳男性が死亡。3月24日午後1 2日時,時点で、合計9137人、新たに100人の感染が確認された。同日、ミネ南大病院で81歳男性、手ぐ医療院で59歳女性、手具京北大病院で86歳男性、 歩行医療院で77歳女性、テグファティマ病院で53歳男性、ウルシア系北大病院で、軽症北道在住の87歳女性、普山市の高診大病院で79歳男性、広明大東山病院で81歳女性が死亡。3月25日、午後10日時,時点で、合計9241人、新たに104人の感染が確認された。同日、 テクファティマ病院で80歳男性、安藤医療院で79歳男性と81歳男性が死亡。3月26日午後12時時点で合計9332人、新たに91人の感染が確認された。同日、安藤医療院で83歳女性と放火、軍在住の86歳男性、 広明大東山病院で81歳男性と87歳男性、京北大病院で67歳男性、うるしや京北大病院で87歳男性、金泉医療院で91歳男性、国立中央医療院で、京商北道在住の83歳男性、手食い病院で87歳男性が死亡。3月27日、午後12時時点で、 合計9478人、新たに146人の感染が確認された。うち24人は、空港検疫で感染が検出された。同日、テグカトリック大病院で87歳男性、軽機堂医療院水原病院で、軍浦市在住の95歳女性、テグファティマ病院で、議場軍在住の81歳女性、安藤医療院で、経山市在住の91歳男性、 富山市で73歳男性、手食い病院で87歳女性が死亡。3月28日午後12時時点で合計9583人、新たに105人の感染が確認された。うち21人は空港検疫で感染が検出された。同日、手食い病院で80代女性4人。 広明大東山病院で83歳女性、東国大慶州病院で85歳女性と議場、軍在住の78歳女性、テクファティマ病院で78歳男性が死亡。3月29日、午後10時時点で、合計9661人、新たに78人の感染が確認された。同日、テグい病院で十三歳男性と十七歳、女性、 不山医療院で、手具市の病院に入院していた82歳女性、安藤医療院で86歳女性が死亡。3月30日、午後10日時,時点で、合計9786人、新たに125人の感染が確認された。同日、犠牲不生母病院で、幼州市の老人ホームの入居者の75歳男性、不山医療院で、 テグ市の病院に入院していた94歳女性、広明大東山病院で98歳女性と65歳男性が死亡。韓国では感染者の行動履歴の詳細を公開している。その情報から、キリスト教会で集団感染が発生し、そのうち数人が老人福祉施設の食堂で食事をした。結果、計5人が感染し、 さらにその福祉施設の会員の感染が病院で確認されたが、その病院で院内感染が発生したという感染経路が分かっている。2020年2月20日、新天地 S 教赤市の幕屋聖殿の教会で集団感染が確認された。2月25日時点で韓国の感染者893人のうち半数以上がこの新都らとその関係者だった。 新天地の信徒は家族や友人にも信徒であることを徹底的に隠しているため実態解明が困難であると指摘されている。また信者内の SNS のグループトークで他の教会に潜入して新型コロナウイルスを拡散させることが呼びかけられたことが暴露され騒動となった。3月19日、韓国政府は入国者に対し特別入国措置を取り始め、 22日より、ヨーロッパからの入国者全員を、独立施設に送り、検査を実施する指針を出した。しかし、22日から毎日1000人以上がヨーロッパから入国し、独立施設の収容人数はすぐに限界に達した。ため、24日に自主隔離の上、入国3日以内に、各地域の保健所で検査すると方針を変えた。3月27日より、 米国からの入国者に対しても同様な措置を行った。詳細は2019年コロナウイルス感染症による社会経済的影響を勧告を参照。ありがとうございます。